サオニャンさん、結果報告ありがとうございます。うおーということで、いやー、すごいうおーですね。これは、6円が2000円っていうのは、やばいっすね <laughs>。これ何倍ですかね。ちょっと算数弱いんでできないですけど、6円が2000円っていうのは、すごい結果じゃないですか、これ。はい。おめでとうございます。うん。まあ、素直にこう、やっぱ、やっていただいたっていうのが、良かったのかなというとこです。 まあみんなやらなかったりしますからね <laughs> うん、まあ、やってみるっていうことが大事であとは結果ですよねこういう結果を自分でやっぱ見てみる自分で体験する自分の管理画面で見るっていうのがうん何,何事も耐え難いというかやっぱりその言われたことって右から左ですけど自分で体験したことっていうのは忘れないですし実際にその Amazon の あの商品を購入履歴見れると思うんですよ、レポートみたいな。そうしたらいろんなの買われてるじゃないですか。で、僕もそれいろんなの見て、すげえなみたいな。いろんなもの買ってみんなみたいな。Amazon で米買われたりとか、Amazon でなんだ,だ。とりあえずいろいろ買われてますね。僕多分結構もう何千ぐらいあるんですけど、うん、多分10万ぐらいは Amazon のアフリートで稼いでるとは思うんですけど、もっと稼いでるかな。 結構、履歴見るの面白いっすね <laughs>。いろんなのを買われてるなっていう。だから、アマゾンのいいところって、自分がその紹介したやつじゃなくても、一回クッキーというかね、リンクを踏んでもらってクッキーが入って、その内で、まあ、商品なんか買うと、まあ、報酬がこっちにも入ってくるっていうね、なんかすごい仕組みですけど、楽天と、昔は楽天でしたけどね、まあ、アマゾンの方が今は強いかなっていうところですね、う。ん だからまあ、あ続けてやってみてください。<laughs> やれば収入上がりますんで。うん。だから何もしてない、何もしてないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、まあリンク入れるだけじゃないですか。か僕も YouTuber の方の,その商品レビューとか、 参考にというかそれパクってやってみててやってみた結果実際にそういう風なデータが上がってきてあなるほどねってなったんでやっぱ自ら体験してみるっていうことがやっぱ言われただけじゃ右から左なんでうんおめでとうございます。はいということでまた報告お待ちしております。